星と深淵を目指せ。お二人ともまたお会いしましたね。キャサリン、何かオイラたちにいい依頼はないか？依頼ですか？そうですね、本日の午後、教練院で行われる学術報告会にて愛の詩を読む、こんな依頼はいかがでしょうか？なんて？さらに詩を読んだ後の皆さんの反応も写真機に収めてきてください。なんでそんな依頼があるんだよ。そうですか、どうやらこの依頼はお気に召さなかったようですね。でしたらオルモス港にいるエルマイト旅団の団員を孤児院で働くように説得してきていただけませんか？なんだよそれ。ええ、傭兵たちの反応もきっと面白いものになるでしょう。ちょっと聞きたいんだけど、これってどんなやつからの依頼なんだ？依頼人ですか？実は単にあなた方がこういうことをするのを私が見たいだけです。もうバレちゃった。実際に依頼を引き受けてくれるのを期待してたのに。人間観察をする絶好の機会だわ。ナヒードだったのか。オイラもキャサリンがそんな変な冗談を言うわけないって思ったぜ。ナヒード、いつの間にキャサリンの意識に入ってたんだ？うん、星と深淵を目指せからかしら。それ初めからってことじゃないか。それでお前もう十分休めたのか？ええ、前にあなたたちと別れてからずっと深い眠りについて長い夢を見ていたわ。やっぱり過信探査の夢だったけど、今回のはいい夢だった。夢の中で私は花壇の中央に座っていて、スメールシティの人々が手をつなぎながら私を囲んでくるくる回っていた。みんな楽しそうだったわ。私は飾り付けられた巨大なフロート車の上で、花の騎士ファーリスに高く抱え上げられて、子供たちにヤルダーキャンディーを投げてあげていた。ナヒーダ、もしかしたら本来の過信探査はその夢と同じ感じだったのかもな。みんな楽しくお前の誕生日を祝って。あら、私はとても楽しい夢の話をしているのに、どうしてそんな表情をするの？もしかしてこれが同情というもの？いやいや、同情だなんてもっとかわいそうに見えちゃうじゃないか。ナヒーダ自身が悲しくないならそれでいいんだ。そういえばドニアザードの様子は見に行ったか？今あいつどうなってるんだ？あれから風魔池の人が部外者の立ち入りを禁止したせいで会う機会がずっとなかったんだ。ええ、目覚めた後彼女のお見舞いに行ったわ。その時はちょうど休んでいたようだったけど、病状は安定しているとはいえ、人の身に生じる死域とも言えるマリン病は
世界樹の誇張問題を解決しない限り根本的に直せはしない。でも今の状況からすれば、賢者たちが何をしているのか、何を計画しているのかをはっきりさせることが最優先よ。おお、万が一過信短日の輪廻みたいな事件がまた起こっちゃったらどうなるかわからないもんな。ええ、賢者たちを調査し計画を阻止することを一番に考えましょう。具体的にどうするかは場所を変えて話した方が良さそうね。ここは冒険者がたくさんいるからだな。冒険者たちのみんな、悪いけど看板娘のキャサリンはオイラたちがちょっと借りてくぜー。